茨城立高等学校は、岡山県茨城にある私立の高等学校である。4年生の定時制で、昼間部と夜間部がある。岡山県茨城茨城1151番地、普通科定時制、家庭1964年に、働きながら学べる定時制高校として誕生。開校から2014年度までは、岡山県立茨城高等学校南高地と、 隣接する場所に立地し、自前のグラウンドを持っておらず、体育や部活動では、茨高等学校南高地のグラウンドを、県から借用して使用していた。このような背景には、かつて存在した、政権高等学校が当時、定時制課程から全日制課程に移行し、定時制課程を必要としていた、地元有志が、その後、茨市の運営による、 政権高等学校の別校という形で開校させたためである。そのため開校当初は校長を政権高等学校の校長が兼任していた。2015年にはかつての校舎の約300メートル東に現校舎となる新校舎が完成し移転となる。勤勉誠実勉学と勤労に励み、正しさと豊かさを求め、 地域社会に貢献できる人間を育成する。基礎学力の充実を図り、生涯を通じて、知性を磨く意欲を育てる。豊かな情操や、奉仕の心を持った人間を育成する。健康な心身と、粘り強く困難に立ち向かう精神力を養う。心安らぐ、学びの場学ぶ喜びを分かち合う場生きる力を培う、バイカサ地域唯一の定時制高校として、 働きながらも学びたいという意志を持つ青少年に、高校教育を保障すると同時に、学び直しの学校として様々な背景を持つ生徒の学力向上と社会性の育成を図り、生徒の自己実現を通して、地域社会に貢献する高校を目指す。卒業後の自立、自活を目指し、それぞれの個性に応じた多様で興味深い、教育活動を実践する学校。 生徒や保護者の学びへの再チャレンジの願いを受け止め、教職員一丸となって、その達成を支援する学校。アルバイトなどの日々の勤労を通じて、地域社会の一員としての自覚を持たせ、地域社会の発展に貢献できる人材を育成する学校。ありがとうございます。